Thank you.
改めましてディセンバーです、ここ初出演させていただきました。はい、今年初だね。じゃあね、今年じゃない、2月にあったやん、はい、というふうに忘れるぐらい今年活動してないっていう2人です。2人とも12月生まれということでディセンバー、通称デックと呼んでください。通称になってることか、はい。というわけで残り3曲いきたいと思います。はい、続いてはですね、あ、今のはあの頃へというオリジナルの曲です。続いてはですね、素直っていうオリジナルの曲をいきたいと思います。Thank you.
こんなディッセンバーなんですが、なんか喋る、うん、あ、こんなディッセンバーなんですが、はい、急に振られたんだけど、まあ、お互いバンドいろいろ、掛け持ちしてましてですね、このお兄さんは、世紀末のコピーバンド、トリプルシックス、いつだか分かりませんが、いつですか10月7日にカズーホールでワンマン、一般的に言うライブをします。ワンマンライブ、まあ、あのその筋の人でミサっていうらしいですけどね。そうです、ミサやるんだらしいです。ミサ、ミサ、はい、20曲ぐらい、はい、ヘビメタです。私も昔一緒に世紀末コピーバンドやってましたけどね、さすがにもうだから、あのその時歪んだ音に耐えられなくなってきてる今人間の姿なんだけど、その時には悪魔の神盛り、話長くないはい、スパッと切りましょうか、はい、はい、ということで、ガンマンライブ、あと私の方はですね、今度ガットギターのユニットでガットウェイトというのをやっていました、リオバンクというバンド、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、その、相方のファンキートムさんという方と、ガットウェイトという、ユニットで来週の9月の10日桜座で、まあ、イベントの中で一部で8時頃から、出演しますので、もしよろしかったら、声かけていただけると、この兄さんがチケット安定してますのでよろしくお願いします、はい、先ほど預かりましたので、はい、2000円のところ3000円取りますよはい、そんなわけでディセンバーなので、本来12月にいっぱい活動するんですが、ちょっとこのお兄さん、お兄さん、おじさん、非常に忙しい仕事の部署に入ってしまって、12月活動見込みがないということで、12月くらいしか歌えないようなクリスマスをテーマにした曲を今日やります。今日クリスマスの感じだしね、はい、今日クリスマスなんかね、そんな感じするからね、はい、でそんなわけで夜空からのプレゼント聞いてください。Thank you.
跡を残しながら I'll make you mine.